はい、皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は大月みやこさん、涙声、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーをプラス4にしまして、私もワンコーラス歌わさせていただきます。女が一人許して泣いて流す涙の川になる。髪が指が肩が泣いてる。会いたいのねえあなた、夢を浮かべて涙が伝わってきますよね。今日は大月みやこさんのその涙川レッスンしてみたいと思います。レッスンの方はオリジナルキーで行っています。叶わぬ恋の行く末は、まあ、結ばれないということは最初から分かっていたはずなのに、でもこうして実際に別れてしまう。そしてその年月を重ねるごとに、女はまだそれとは見れないですよね。はい、この一人でいる夜はとても儚く寂しいものと、夢でも会いに来てほしいと、まあ、願うばかりということなんですね。まあ、そんな悲恋の女性の姿が表現できるといいと思いますのでね、しっかりと覚えてみましょう。でこの曲調は高音がとてもしっかりとしてますから、まあ、ゆったりとした流れの中にあってもきちっとメリハリを利かして丁寧に歌っていただきたい、そんな曲なんですね。はい、それでは大月みやこさんの涙川、オリジナルキーでレッスンを行っています。女が一人許して泣いて。はい、まずここまでね。おから運がぐんと上がりますね。ただ運の発音はなかなかこうしづらいんですよね。ですから、よくお腹に意識を持って口を閉じて、オンとこういうふうにね発音していただくといいですね。ですから少し鼻に共鳴させるような感じで、オンとこんな感じでね、おから運へグイッと上げてみましょう。この上げるためにはお腹をしっかりして、おから運へグッとしゃくり上げるぞっていうような感じで、意識を持ってましょう。そしてガが止まって、女が一人といきます。一人といきます。リー、最後のお尻上げること忘れないよね。リーじゃないですよ。リー、そして素早く息継ぎして、許し、しをちょっとしっとりと伸ばして、して、手をきれいにひょっと上げて、て、落ち着いて間を作ってから、泣いてと持っていきましょう。はい、それではもう一度最初からいってますよ。まあ、落ち着いて歌ってみましょうね。はい、女が一人
許して泣いて、流す涙が流すと、まあ、ここ、とってもゆったりしてますよね。落ち着いてこの流れを取りましょうね。そして涙、涙、ね、きれいにふいっとこうしゃくり上げる、みから家へくいっと、涙、ね、こういう感じ、ちょっとオーバー気味でもいいですね。涙、ね、こんな感じでオーバー気味でもいいですよ。だが、でがで軽く止めて、川、川、川に、に、川になる。まあ、川になるのは、きめ細かく歌ってみることですね。川になるという感じですね。はい、それではもう一度最初からやってみますよ。まあ、大人の貫禄という感じですね。特徴ですよね。女が一人許して泣いて、流す涙が川になる。髪が指が肩が泣いてる、会いたいのといきます。これもバシッとこう歌ってみるとですね、髪が指が肩がというふうにね、もちろんこれワンブレスですよ、ずっとワンブレスいきますよ。髪が指が肩が泣いてるまでね。髪が指が、指がちょっとこらえた感じですね。指が、そしてまたポーンと上げて、肩が泣いてる、泣いてる、ちょっと気持ち泣いてるというですね、な、泣いてるとこういう感じね、ちょっと震うような感じがいいですね。次は、普天八分九分の16音符ですから、素早くよく聞いてからクイッと出るような感じ、会い、会いたいのと思ってきます。だらっとしないように歌ってみましょうね。会い、会いたいの、のの、お尻上げて、の、ちゃちゃちゃ、ねえ、ねえ、ねえ、あなた、あなた、夢を落ち着いて、浮かべて、浮かべて、浮かべて、最後、涙、涙、涙が、が、あ、あは、がは、この辺ですね。最後のがは微濁音ですね。が、が、ね。微濁音発声に気をつけましょうね。が、がは、なんてことはないしましょうね。はい。それでは7つのあたりからいきましょうかね。はい。7つから。涙が川になる。髪が指が肩が泣いてる、会いたいの、ねえ、あなた、食べて、涙が、はい、こんな感じですね。神奈のあたりからもう一度いきましょうか。このとってもいいところですね。かなり落ち着いた感じが必要ですね。ポンと出るような感じで、神奈、指が、必ずね、ワンブレスやりましょうね。神奈で落ち着いてて、この大きな間ですけど、その大きな間で慌てない、指が
かったねというね、結構その間が大切ですね。そういったあたりをしっかりと捉えてみましょう。はい、それでは、髪が指がというところからもう一回見てみますよ。流す涙が可愛いな。思い切ってポンと出ましょう。髪が指が肩が泣いてる、会いたいのねえあなた。落ち着いて、最後しっかり涙が回る。はい、こんな感じですね。まあとってもね、曲調はいいですから、落ち着いて、ね、しっかりと歌っていただきたい感じ